リッチな人の習慣を取り入れた結果、私の生活はこう変わりました。私たちは皆成功を夢見ます。何もないところから自分の帝国を築き上げた人たちって尊敬に値しますよね。このような人々は口を揃えて、自分たちが今日あるのはある習慣のおかげだと言います。私はその言葉に興味を抱き、自分自身でこれらの習慣を6ヶ月間実践してみることにしました。そしてもちろん私の寄せた大きな期待は裏切られることはありませんでした。ではその経緯をお伝えしていきます。早起きは三文の徳ということわざがありますよね。これは本当です。成功者にあまり夜更かしをする人はいません。彼らは早寝早起きです。ですからこれが私が取り入れることにした最初の習慣です。この実験を始めた当時、私は夜更かししてテレビを見たり、ビデオゲームやネットサーフィン三昧の生活をしていました。そして目覚ましは5つぐらいかけて、毎朝それぞれの目覚ましのスヌーズ機能をフル活用しているようなタイプの人間だったのです。ですからこの習慣を取り入れるのがどんなに辛いものだったのか想像できますよね。でも鉄の意志を持って毎朝同じ時間に起き、1時間早く職場に着くことにしました。このリッチで有名な人のライフスタイルの実験は、アラーム時計付きのクールなフィットネストラッカーなしでは実現できなかったかもしれません。これは私の心拍数も測れ、アラームが鳴っても私がまだ眠っているのかどうかが分かる優れものです。そしてこのトラッカー、私自身が起きるまで振動し続けるのです。もちろんすぐに起きられるようになったわけではありません。スケジュールに慣れるには3日かかりました。でも最初の週の終わりまでには、以前なら1日かかってもできなかった仕事量をお昼前には終わらせられるようになったことに気づきました。もう1週間経つと不可能だったことが可能になりました。早朝にすっきり起きられ、新たな1日を爽快感を持ってスタートできるようになったのです。まずまずなスタートですよね。私の計画の次のステップは、毎日少なくとも30分は運動をすることでした。自力で成功をつかんだ人も含め、誰もが言っていることですよね。でも一つ問題があります。それは私があまり運動好きでないことです。多くの人もそうですが、私はジムに入会してもだんだんサボりがちになり、1ヶ月に1度くらいしか行かなくなってしまうタイプです。まあ今こそ心を入れ替えようと思い、再度ジムに入会することにしました。でも今回は週に4回通い、そのペースをキープします。ここで一番大変だったのはジムそのものではなく、終日働いた後で運動するということでした。一日オフィスで働いた後には、ただゆったり座ってリラックスし、映画でも見るか、うたた寝でもしたいところなのです。でも自分自身に課したルールは、カレンダーで印をつけた日にはどんなことがあろうとジムへ行かなければならないというものでした。10日も経つ頃にはすでにこれが習慣となりました。私の惰性と疲労は消え、体はすっかり活動的になりました。体から毒素が早く抜けるようになったので、よく眠れるようになり、起きるのも簡単になったんです。また運動するのは良いリラックス法でもありました。私の集中力は増し、穏やかになりました。信じられない変化ですよね。私はこの清々しいオープンな精神状態がすっかり気に入り、実験の一環として瞑想も始めることにしました。これが成功者が第一線で活躍するのに役立っているのでしたら、私にも効果があるはずです。ですから私は瞑想を1日20分することにし、この時間を2セッションに分けました。朝1回、夜1回で各10分です。これはとても簡単でした。自分で見つけることのできた無料の瞑想アプリで自然の音を流し、体を休ませました。この経験から、瞑想は自分の考えをまとめ、エネルギーを充電するのにとても良い方法だということが分かりました。この効果には、これを始めて2週目に気づきました。私のいつものストレスが軽減し、日中は自分の仕事に集中しやすくなり、以前よりもずっと簡単にどんな質問や問題に対しても答えを出せるようになりました。瞑想はリラックスと明晰で鋭敏な精神状態をサポートする私の秘密兵器となりました。そして今、野心的になる時が来ました。私自身の目標設定をして、それを達成するのです。家の掃除、職場の業務や生活全般などの混沌とした中に順序を作るために、週ごとのやることリストを制作しました。この手のアプリは巷にあふれていますが、古き良きポストイットで十分です。最初に私のスケジュール帳にある長いやることリストを見たときは、この実験で予定が詰まっていて、とてもじゃないがそんな余裕はないように思いました。でも思っていたよりかなり簡単でした。
すべての業務に取り掛かれたわけではないのですが、前月いっぱいかかってこなした業務よりこの第一週に終わらせたことの方が多かったのです。そして驚くことにちっとも疲れを感じませんでした。多分良質の睡眠、運動と瞑想が魔法のように効果を発揮してくれたのだと思います。また私が自分に課したもう一つの習慣は、できるだけ多くの人々と新しく知り合いになることでした。結局のところ、成功者にとって人脈作りは通貨のようなものです。はじめに私は自分の知っている全ての人のリストを作り、それを2つのグループに分けました。1つ目のグループは、一緒にいて気楽でできるだけ頻繁に会いたい有益な人々です。2つ目のグループは、自分の気分を害しできるだけ会うのを避けたい有毒な人々です。新しい友達作りのために、私は自分の興味のある様々な展示会やイベントを訪れることにしました。たったの1日でこんなにもたくさんの似たような趣味を持つ興味深い人々と新しく知り合えるものなのですね。私は最初から相手との共通点を見出すことを学び、多くの素晴らしい人々と知り合え、とても良い友人を作ることができました。自分からそういった場所へ赴いていくことも、私にかなりの自信を与えてくれました。私の新しい睡眠スケジュールのおかげで自由時間もたくさんできました。この時間を賢く過ごそうと決め、もっと役立つ本を読み始めました。私は根は本の虫なので、この変化は難しくありませんでした。以前はほとんど読む時間なんてなかったのですが、この実験のおかげでそれを変えることができました。娯楽で読むのも素晴らしいことですが、成功者は目的を持って読んでいます。そんなわけで、私の選んだ本のほとんどは天気、自己啓発書、歴史や学術文献でした。いつも本を持ち歩くことにし、通勤の行き帰りやランチ中に読みました。運動中や散歩中にはオーディオブックやポッドキャストを聞きました。その結果、最初の月の終わりには4冊目を読破しました。おかげで自分の視野を広げてくれる多くの役立つ技術やレッスンを学ぶことができました。次のトリックは驚くほど効果的でした。スティーブ・ジョブズのような成功者の多くが、ファッションに関してはミニマリストを通し、毎日同じ服を着ているということを常に耳にしていました。そこで私も彼らの例に従い、シンプルな服を着ることにしました。自分のプリント T シャツや破けたジーンズ、その他の流行アイテムなどは全て寄付しました。そして店に行き、プレーンで同じ T シャツ、セーターとパンツを数枚買い、全てをクローゼットに入れました。このワードローブの変化は、この実験中にしたことの中でも最高の選択の一つでした。これでもう毎日自分の服を選び、どれとどれがマッチするか、流行に乗っているかなどと考える時間を省けるようになったのです。おまけに長い目で見ると、お金の節約になりました。というのも、ファッショナブルな服は大抵もっと高くつきますよね。服でお金が節約できると考えたところから、その他のところでも節約ができないものかと思い巡らせるようになりました。本当に賢くて成功する人は、自分の支出を管理し、役立たないものにはお金を費やしません。ですから私もそうすることにし、契約する習慣を持とうと決意しました。私がその日買った全てのものをリストアップすることで、自分が何にお金を費やしているのかを見ることができました。その結果、スーパーで食料品は1週間分まとめ買いをする方が、毎日買いに行くよりずっと安く済むことに気づきました。でも、もっと値の張る買い物には異なる戦略で行きました。もし何かを買いたくなったら、これって役立つかな、自分のためになるかなと自分自身に聞くようにしました。もしその答えがイエスだとしたら、それを自分のウィッシュリストに書きます。そして2週間後に、もしそれをまだ買いたければ買うようにしました。でもほとんどの場合は、その2週間の間に気が変わっていました。この方法で最初の月は給料の 40% を貯蓄でき、2ヶ月目には約 60% 貯蓄できたのです。これは試す価値があったと思います。そして6ヶ月後の今、これらの新しい習慣がどれほど自分の助けになったかは、言葉では言い表せないくらいです。ありきたりな表現ですが、私の生活を完璧に好転させてくれました。最初こそ大変でしたが、今ではもっと読書をし、疲れにくくなりました。新しい友達や知り合いもでき、自分の自由時間をもっと生産的に使っています。こんなに素晴らしいことってないですよね。間違いなくこれからも私は
これらの習慣を続けていき、もっと違うことも付け加えていくつもりです。あなたはどの習慣を取り入れてみたいですか？下のコメント欄で教えてくださいね。友達や家族にもこの動画を忘れずにシェアして、彼らにも成功の道をたどれるようにしてあげましょう。私たちのチャンネル登録もお忘れなく。人生のブライトサイドを私たちと満喫しましょう。